おはようございます。寒くなかったですか？大丈夫ですか？大丈夫です。お願いします。はい、スリッパどうぞ。はい、こちら待合室になります。はい、ちょっと段差あるので気をつけてください。はい、ご覧ください。ありがとうございます。遺書とかカウンセリングを書いていただきますので。はい、はい、わかりました。はい、では今日は小顔整体マカニさんに来させていただいております。代表のソラ先生にいろいろと聞いていきたいと思います。はい、そうです。ここは、はい、もう何年ぐらいですか？5年経ちましたね。もう5年。はい、このマカニさん一番メインとしている施術って何になりますか？小顔矯正をメインとしたラインナップが多い、ね。ほうれい線とかむくみとかを取っていく手技とか、もうちょっと頭を触ったりするんですけど、うん、現代のね、普通に仕事してる方たちの疲れそうなパーツメインに施術をしてるっていうことですかね。そうですね。はい、今日はせっかくなんで、はい、ソラ先生に施術を受けさせていただいて、はい、感想もね、ちょっとお伝えできたらなと思いますので、先生よろしくお願いします。はい、お待ちください。はい、施術で案内しますね。はい、こちらどうぞ。2部屋あるんですけども、はい、今日ちょっとあの奥の広いお部屋、こちらです。はい、こちらどうぞ。はい、ありがとうございます。こちらが施術部屋になってます。はい、順序初めての小顔矯正、はい、お願いします。はい、お願いします。簡単なカウンセリングですけども、はい、今現在なんかほくろ除去とか親知らず治療中とか何もしてないです。痛みとかないですか？はい、わかりました。で、どうしようも書いていただいてるので、先に顔を写真撮らせていただいてから、はい、で、鏡の前での触診を、はい、はい、したいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあカウンセリングで顔写真撮ります。はい、はい、腰から上撮ります。はい、はい、チーズ。顔、横顔撮ります。こんな感じです。はい、すげえ目になってるけど、感じでほうれい線が、はい、出たりします。最近ちょっと気になる。鏡の前どうぞ。はい、気にしていただいてたこの辺ですね。今日メインとしてはたるみをちょっと取る作業とか、うん、頬骨を入れる作業、目から下をやっていくので、この辺がこうキュッと上がっていく動作をします。はい、はい、で、次ちょっと自分でも知っていただきたいので、何回か動かします。歯にかみにこう、うん、あと口開けましょう。で、閉じます。バキはしないですよ、クイッと。はい、やっていくので、はい、どうなるか楽しみです。はい、はい、お願いします。はい、ではベッドの、はい、はい、では施術していきます。じゃあ開けてみましょう。で、ゆっくり閉じます。はい、これですね、大きいを、うん、緩めていきます。はい、はい、こうあれですよね、はい、来てるお客さんのほとんどが女性ですよね。はい、こういった、いつも寝る方向が一緒とかも良くないですか？そうですね、右肩下とか。こっちの顔が枕側で横になっていると、はい、右肩下で寒いから見る、こう横向けで、はい、膝曲げてこうちっちゃくなろうみたいな、空気が入ってこういうふうにしようとするからしゃあないんだけど、直前まで携帯を触るから、あ、うん、結構仰向けよりも横向けの状態で触ることが多分手が当たるかないとか、とかうつ伏せとか、だからうつ伏せもあんまり良くないね。そうですよね。頭の筋肉、側頭筋って、これちょっとまた奥歯かんでもらったら、ここもちょっとこうやって緩めてやってもらってもね。頭がガチガチで、この動画を編集したりするのに、ずっとパソコン見てたりするのに。針の先生もこうやって刺すし、頭にとか、その頭に刺すし、ほっぺたにも刺すし、あとそこに電気刺激とかすると緩んでる。あれですよね、お店は小顔整体ですけど、はい、針とかもやってる。あ、そうですね。そうですね。研究所の先生がやるので、はい、それでやってます。このメニューがお店では一番人気のメニューってことですか？今受けてるやつ。保守でやっていくのがほぼほぼ多いです。好きな人とか、早く結果出したりとか、そう刺した方が。その場合、まあ、リスクはね、タバコが刺すんで、多少抜く瞬間に血がつくとか、なんかこう刺す、ニュニュって入れてる瞬間が、こう、鈍痛みたいなのが嫌っていう人もいますし。そうか、自分は結構針好きなので、ガンガン。打ってもらいたくなっちゃう方ですけど、普通の人からしたら刃物を刺されるっていうのはちょっと怖かったりとかしますね。ありますよね。そう、そういう面では手でやる方がリスクは少ないですね。はい、親指使ったり、はい、もうシンプルですね。それをちょっと緩めていく作業をしていくと思います。うん、ちょっと口開けてください。あ、で、閉じます。ちょっと痛いですよね。うん、あ、で、痛い、はい、頬骨とかも、はい、飛行機や
ほうれい線気になってるところと、はい、あとこのエラ部分ですね。いた、そこいた。で、深く口開けます。で、閉じます。ここかや。で、閉じます。で、閉じます。筋肉アプローチしてどんどん緩めていくと、はい、押さえてる時の痛さも減ってくるので、はい、血が吐きやすくなって、歯も詰まってますね。いやもう、だから若干自覚してます。自分ではほぐれないというか、うん、普段自分の咀嚼の噛み方とか、はい、さっき言った右側で寝るとかによって普段の習慣で戻っていくので、そこはもうトレーニングと一緒に繰り返しだったり、あとは食べ方、噛む練習、噛む方向か、そこやってあげると徐々に徐々に変わってくるので、えっ、痛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 みはマシになったって感じはしますね。ちょっと今の時点で次ちょっとリンパ行くんですけど、右をメインやってるんですよ。はい。ジュンジュンの顔だけちょっと撮ってもらったら、こっち側だけ。ああ、確かに。ただこっちがちょっとスッキリしてるってことですね。確かに分かる。次、そしたら、はい、リンパを流しながら矯正していきますので、はい、うちの口腔矯正のメニューにもう全部入っていくので、はい。そこ痛いっすね。これは多分パソコンとか見張るんで、はい、それでめちゃくちゃ目が疲れてるなってめっちゃ感じるんですよ、うんうんうん、重い鈍痛みたいな。ちょうどこの目と、はい、眉のこの間です。眼輪筋とかって、はい、めっちゃ、まあ、気持ちいいんですけど、うん、痛気持ちいいって言ったらいいかな。結構年齢経つとほうれい線と一緒のようにこう目の上が乗っかるので、まぶたが、あー、わかる。完全にここですね。あー、が凝ってる。これがちょっと痛いかもしれないですね。痛いね。これが痛いね。鼻際から、はい、この耳たぶとか、ね、あー、痛い。痛いっていうかこう、痛気持ちいいやね。疲れが溜まってるなって感じ。プリプリプリっていうのは老廃物なんで、あー、これをゴリゴリっていう、そうですね、言ってるやつですよね。これを流してあげる。はいはい。今度フェイスラインですね。はい。基本的にこの動きです。下から上に。下に下げなくていいですね。基本的に上に終わる。上だけに持ってったりですね。そうです。ああ、これ気持ちいい。ここに下顎があるので、はい、下顎の内側と、はい、さっきの痛い痛いって言ったこの、沿って、外側なのかな。はい。そうそう、こっちの部分ね。そこいい。今のリンパは、はい、整列の最後の方に、はい、5から10分ぐらいやるって感じですね。ああ、痛いね。ゴルゴ線。ゴルゴ線。クマとか鼻毛はですね、はいはい、中顔面って目からこの辺の中顔面って言うんですけど、はい、ほうれい線までこの辺、はい、ここも結構リンパとクマとこの鼻毛辺、はい、こう流してる、はい、ということでスッキリしとる。右がここがぐーっとだいぶスッキリしたんだね。おー、もうぐいっと上がった、だいぶスッキリしてる。上げることによって、ここがぐいっと、今日こっちだけ触ってもらってるんで、そうこっちがだいぶ気になる。ほぼほぼこっちかな。まあそれリンパとかちょっと両方流しながらやった、うんうんうん、今日順序の場合は痛い痛い痛い、右より左の後期もね、触っても全然だから、うん、こっち側が痛い痛い痛かったんで、うんうん、その表面にしてぐいっと上げます、うん、これの中繰り返しやっていくと、はい、もっと上がっていきますし、ありがとうございます。はい、はい、ってことで、はい、さっき施術を受けさせていただきまして、はい、ありがとうございます。どうでした？痛かったですかね、やっぱり。言い訳ですけど、こうやってね、動画今撮ってるじゃないですか、はい、を編集したりとかしてるんで、ずっとこういう、何ですか、パソコン見てるかスマホ見てるかの、はい、こういう姿勢ばっかりなんですよ。目も疲れてるし、うん、仕事中とかは表情になってるんで、うん、この辺がやっぱり何も使ってないから、そうですね、胸骨筋この辺、うん、やっぱこの頬骨を持ち上げたりするところが、うん、パソコンした時に基本的にこう真顔なんでね、順々の場合はこの辺が固まってたり、あと右ですよね、ここが痛かった、この後期噛む時のピクピクっていう筋肉が圧倒的に左よりも右の、うんうん、内側の方が痛かった。もう明らかうってなってたんで、やったら分かるんですけど、まあ今日ね、うん、右側こっち側だけ受けてるんですけど、うん、明らかにこっちの方が軽く感じます。ちょっと後でね、その辺の写真も、あ、そうですね、ピローンってでのこ こ, に こ, こ出したほうが分からんけど、でここが痛かったですよ、やっぱ。そうですね、その辺の筋肉を押されるのが、頬骨とか、うん、耳の裏、うんうん、結局この顎の下、うん、たるみが結構下にいってたので、それを持ち上げる作業として、うん、大圧刺激、ここにこうやってなんか持ち上げる、そうです、手を入れられるんですけど、これがまた痛かった。
かあんまり痛かったっていうと先生のいやメディアのイメージが悪いんかなとか思うけど、まあそんだけ疲れてたってことですかね。まあ私初回は結構無痛はないかな、痛いっていうなんかそのバキバキの痛さじゃなくて、うん、筋肉痛よりまだマシな痛さがこうやっていって、ほんでまあ1日の施術の中でうち50分ですけども、そこで緩む人もいますし、うん、で重ねていくと痛みがなくなっていくので、うん、こんだけ顔のケアを怠ってたツケが今回ってきてるってことなんで、まあ、定期的な手入れが必要だってことですよね。そうですね。来たいですっていう方いらっしゃった場合、はい、どれぐらいのスパンで来るのがベストなんですか。来たい人は週に来る人います。あ、週に、はい、ただ3日間ぐらいは空けてから、毎日じゃなくて最低3日ぐらい空けてきてねってことなんですね。そうですね、それは推奨させてもらってます。だるみ痛みが残る人とかやったら、そっか、もっと空けなあかんので筋肉痛みたいになるかもしれない、ね、なる人いますね。やっぱりそんだけ顔を動かしてないかもしれない普段は ね。だから平均は大体みんな月2回とか月1とか、あとセルフはさっきね施術中も言ってたの、セルフを結構覚えてもらうんで、わかりました、ちょっと頑張ります。もう、はい、おじさん部類なんで、はい、若々しく保たんといかんので頑張ってちょっと維持します。人前で出ていくそうお仕事でもあるんで、ね、いやまあね、こうやってね顔を出してるんでね、そうそう、ちゃんとケアしていかんと誰も見てくれんくなりますんで、ね、はい、やっていきます。ありがとうございます。いえいえ、はい、で先生せっかくなんで多分ねみんな来たいなと思うと思うんで、はいはい、赤木さんこの動画見たよって言ってくださったらなんか特典つけてくれません？それ来たかそりゃ頼む頼まんとなというところなんですけど。そうですね、そしたら施術の時にねちょっとお伝えしてた、はい、そのうち顔もあるけども、はい、頭の方もちょっと触ったので、はい、そこで関係している小顔にもちょっとつながるドライヘッド、頭の10分間、はい、これ見てくれよっていう方は10分プレゼント、はい、男は血流が悪くなるとハゲますしね、そこもきちんとケアできるんで、まあ、これ女性だけじゃないですもんね、男性にもおすすめですもんね。あ、OK です、OK です、はい、男性こそ顔のね印象も若々しくなると思いますんで、ぜひとも皆さんマカニさんに来た時に動画見たよって言っていただいたらドライヘッド10分追加ってことをいただきましたんで、ぜひとも皆さん来てください。本日は美容整体マカニ代表ソラ先生でした、はい、ありがとうございます。ではまた、またねー。